バイバイ。あれ、上着ってなさんない。上着脱いだ。上着をなくしました。ありがとう。バイバイ。こんばんは。あくびでした。石田のみなみちゃんとワンピース見てました。こんばんは。キュンが可愛くて気になったので登録しました。ありがとうございます。こんばんは。泣けるシーンだから、うん、今ちょっとあくびしちゃった。ごめんごめん。ティフお疲れ、ありがちゅう。一人部屋です。みなみと一緒にワンピース見てた。韓国可愛かった、韓国になりたいって思いながら見てました。こんばんは。初見の方もたくさんありがとうございます。こんばんは。遊びに来てありがとう。そう、他のアイドルさんと今日共演一緒にステージ立たせていただいて、お写真も撮らせていただいたので何日か後にねあげます。ワンピース見て泣いてましたね。感動的やったね。こんばんは。今日みちがデザインした T シャツの黒バージョンも届きました。黒バージョンもってことは2色買いってことですか。ありがとう。よもかわいいね。ありがとうございます。韓国化してるの想像したら面白すぎる。いやー、韓国になりたい。メロメロメロ。いや、あのね、地上波で映画してたんですよ、ワンピースも。それを見てたの。髪伸びて素敵な、ああ、そう、髪伸びた。こんばんは。うん、動くしおり可愛かったですね。うん、今日は朝起きて黙祷して新幹線に乗って東京に来て、花は誰のものを歌って明日の練習をして、カレーを食べてワンピースを見て今に至ります。こんばんは。レッドなんかの、何だったかな、レッドまあ、はじめまして、ありがとうございます。99人の壁、ああね、そうさっき終わった。ミュージックブラッド見て気になりました。ありがとうございます。嬉しい。スタンピード、あ、そう、スタンピードでした。スマッシュのキュンがめっちゃ噛んだ。スマッシュのキュンがめっちゃ可愛い。スマッシュあれなんですね、トーク部分は無料だけど、パフォーマンスとかなんかトーク部分っていうか、なんかなんて言ったらいいんやろ、
終わった後のトークみたいなやつは無料じゃけど、他の未公開トークとかパフォーマンスの近いバージョンは有料なんですね。ちゅるんとした道。夏休みの宿題終わらない、若い、大人になったら恋しくなるから頑張って宿題っていう響きが若くて羨ましい。ミュージックブラッドの道の曲に対するコメント響きました、ありがとうございます。本当はもっとね語りたかったんですけど、この前ワンピースのラジオで言ってたけど、ワンピースの映画のタイトルって D で終わる。確かに、すごい。こんばんは、スタンピードレッド。今日のティフの花田で現地で聞いて心に響きました、ありがとうございます。キュンでミチの歌声めっちゃ聞こえてめっちゃよかった。そう、ソロパートだったんです。ありがとうございます。曲は無料だけどトークは有料。あれ逆やった、プレミアも入ってみた。うん、確かに夏休みなんてないもんな。ワンピースの新しい映画初めて見る人でも面白いらしいから見てみよう。うん、歌ね。こんばんは、花だれのどうして何のための時の未知の首の動き、かっこいい。めっちゃ見てくれてる、ありがとう。なーちゃんナレーションってメンバー知らなかったの。そうなんですよ、多分私たちがスタジオで見てる時は違う方がナレーション多分されてて、放送の時に多分ナナさんになってたと思う。花だれは無料で、キュンは有料。うん、私ポジション的になんかね、スマッシュのね、あの2日前ぐらいに撮ったって言ってた。うん、やっぱりそうですよね。そう、私たちの収録の時はナナさんじゃなかった、そうなかったと思う。だからびっくりしました、放送を見てて、花だれのみちゅセンターで踊るとき、うん、そうだった、一つのどこですか。ね、そうそう、サプライズ嬉しかった。こんばんは。マイクの持ち替え素早い。嘘、そうでした、よく見てるね。そうなんです、私はもともと違うポジションがね、自分のところがあるんですけど、別のお仕事で出られなかったメンバーに代わり、トライアングルセンターに立たせていただきましたので。本当はね、石田千穂ちゃんっていう子がやってるところのポジションに私が入ったので、そう、ぜひあの正規メンバーの正規ポジションの動画は YouTube とか STU の YouTube のパフォーマンスビデオで見れるので見てください。
ありがとう。ミーパンさんもエステにカバーしてもらって嬉しいって言ってた。ありがたい。ジャングルの時の時の哀楽の楽の表情がすごすぎて間違えた。はい。だからトライアングルじゃけんすごいわけじゃなくてね、だポジションによってね、なんか、ね、役割が違ったりとかするんですよ。役割っていうか、そのトライアングルセンターの3人はそのなんて言ったらいいんかね、こうお互い干渉しない3人みたいな、別々の方向を向いてる3人みたいなね感じで、周りの人はそれを見てなんか、ああもっと互い読み止めればいいのにみたいな感じの表情の作り方もダンスの先生が教えてくださって、クリエイトボーイさんがそれでやってるので違うのよ、ポジションによって。だからトライアングルの時だけなんかすごい張り切っとるみたいな見えるかもしれないけど、そんなことじゃないんです。クリボーさん、その略し方初めて聞いた。クリエイトさん、そう。ナッカンさん、タハーありがとうございます。みょん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 、タワーありがとう。わあ、何タワーだろう。映っとる、すごい。今日のお洋服かわいいでしょ。テレビラジオ TIFF 出演おめでとうだわ、ありがとう。テレビラジオ、前髪が固まってる。なんかさん、光っとる。ありがとうございます。見える？ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。 Thank you です。ドゥドゥドゥ
昨日のショールームで見せてくれたイヤホンが気になって仕方ない。ね、AMBIE で調べたら見えますよ。他の今日一緒に歌わせていただいた広島出身のアイドルさんとの写真は昨日のせちゃダメっていうことでちょっと時間を置いて出します。今日基本曇りだったのに ST の直前に日が照ってきた。そうなんよ、晴れの国岡山の拠点の一個やけん。肌の透明感本当。今日メイクさんにねお借りしたんですよ、ファンデーションで。これすごいいいファンデーションですねって言って、おいくらなんですかって言ったら、おー1万3000円ぐらいかなって言われて、高っ、雪地コスメってなりました。だから私1万3000円、でも下地も使っとるしお粉も使っとるけん総額2万5000円ぐらいの肌でした。そこまでいかんかな、わかんない。皆さん可愛かった。明日もお借りしよう。なんかでも山村さんを知ることができてよかったです。ありがとうございます、嬉しい。遠くからでもコンディションがいいの分かった。ほんとか、ほんとかいな。今日はブルベメイクです。それで今日の研究生の衣装は思い出が溢れ出した。確かに豪華なメイク、ね、確かにツヤツヤ。こんばんは。うん、リア充見たい、見たかった。愛を知り合ったんですよね、ニアジョイさん。いいな。あの可愛い子は誰だと思ったの、今丸さんでした。そんな、そんな、うん、肌が良くなる成分とかも入ってるのかね。そうかもしれん。なんかね、美容液みたいでした、本当に塗り心地も。お疲れ様です。いいな、そんな、そんなに褒めていただけるんだったらちょっとゲットしたくなるな。なんかね、いつもねファンデーションの色が合ってないなと思ってたんですよ、全体に。でも今日はさ、こう首とも全然一緒だし、こう手がこうなってもさ同じ色してるやん。すごくいいよね。こんばんは。自然、普段色違うってこと？いや、メイクしたらちょっとお顔が白浮きしちゃうみたいなことがあるのよ。でもね、今日ね、わお、
はずまさん、はずまさん、タワーありがとうございます。お城タワーありがちょー、これハングルも書いた方がいいのか。カズマさん、何タワーでしょうか。城が建てばアリガジョって言ってもらえるの。そう、お城にかけてアリガジョ。頭皮かわいい、嬉しい、ありがとう。カズマさん、ちょっと明るいね。ありがとうございます。なんか黄色くなったね一瞬。 Thank you カンサハウニーター、ありがとうございます。今日ユニゾンライブ3回目行きました。いいな、今日の服はちょっとハイウエストなんですよ。見えんと思うけどめっちゃスタイルよく見えた。自分で言うのもなんじゃけどよく見えた。の瞳の色はどちらかというとブラウンですか。わかんない、どうですか焦げ茶かな。マベスじゃないんよ。無課金星投げじゃありがじゃ言ってもらえない。うん、でもありがとう、見に来てくれるだけで嬉しいです。メールに全身写真撮ってない、撮ればよかった。確かにあんなにスタイルよく見えたのにこんばんは。ズボ黒スキニーとハイウエストのお洋服こんばんは。
なぜこれから取れないような言い方。もう取れんでしょ。今度はミチデザインのパーカーも買います。素敵な T シャツありがとう。そんなにあのデザイン気に入ってくださったんですか。普段でもミチスタイルいい。お、優しい。ミチ私服結構攻めてる時あるよね。そうかな。これ攻めてる。 STUML ってアプリないの。アプリありますよ。でもメールなんて言ったらいいんじゃろ。メールがアプリに届くみたいな感じですかね。フォルダー分けとかも何人かだったら多分すぐできる。あの自分の携帯のメールボックスに届くかアプリに届くかなんですけど、ちょっとお値段も変わってきますね。でもアプリの方が高い。せめてないやろこの服。そうやん。アプリ勢、私もアプリ勢ですね。ST48 はね、劇場今ないんですよ。固定のところなくて、いろんなところを転々とさせていただいてます。ライブハウスとか。ムラデリのホットドッグ可愛かったし面白かった。汗かいてるやん。プロレス似合い好き。イエーイ。嬉しい。ドロミチコッコの妹して互いにお洋服選びしてたこと思い出しちゃう。ねえ。みちさん、首の目いっぱいまでボタン閉めるイメージなのでは？うん。ボタンがあったら閉めとるよ。アプリのが写真高画質なの？いや！今変わらないんじゃないですか。多分ちょっと前はアプリの方が画質良くなかった多分ね。でも今はアプリの画質も良くなって一緒なくらいなんじゃないですかね。ちょっとメールとアプリ一緒ですよとは言い切れんけど、確かにアプリバグが起きる時もある。今両方ともいい。なんでわかるの？両方がいいことなんでわかるの？未知のゲーム中の続き。月曜かな。メールは他のと混同するからね。両方撮ってるから同じメンバー。通常版のが実際にメール来てるかって好き。わかる。私も AKB さん STU はアプリ、乃木坂さんをメールで撮ってますね。たまに不具合で届かない時あるから両方撮ってる。どっちかにしてもいいのに。ありがとう。そんな、ゲーム中めっちゃ楽しく見させてもらって、やつすぎ楽しみ。ありがとう。そんな嬉しい。私もいろんなゲームしたいですね。もっと両方撮ってる人多い。そうなの？
すごい、ありがたい。日向坂さんとつない撮りたいな。日向坂さんもアプリですよ、なんかさトークみたいな。アプリからメール切り替えた時解約するのめんどくて。そういうこと。こんばんは。ミチュメールは1日何通ぐらい送ってるの？目標は7ぐらいって思ってやりよる。は今 AKB さんと兼任のメンバーいないです。日向坂さんも桜坂さんもアプリ。トークめっちゃ羨ましい。なんかさ音声だけとかさ動画だけとかも送れるじゃないですか。羨ましい。動画機能めっちゃいい。 STO ないんですよ動画機能。電話もあるの。ミュージックブランドで気になりきました。さっきぶりありがとう。電話みたいな音声のやつだとかね。スマッシュでの道が可愛すぎてありがとう。動画欲しい。だってね、ボイスツイートはちょっと恥ずかしい。私は昔やってましたけどね、おはようおはようって。返信有料。でも皆さんツイッターのハッシュタグとかでやってるよね、メンバーの名前にトークってつけて。ゲームのプレイ動画とか。スマッシュのドアップってそれ用に撮ったの。そうだから何回も踊りましたね。ツイッターとメールじゃ書く内容だいぶ違う。違うと思う。メールの方がラフ。坂道さんのトークいいよね。オーディオでも導入してね。え羨ましいなって思っとる。本当に音声とか動画送りたいから。しかもなんか見やすいよね、トーク画面みたいで。メールの方が距離近いかな。スマッシュの時ミチュカメラ目線多かった気がします。ミチュカメラ目線。そうなんかカメラが目の前にあることが多かった。そして755は返信できるね。でも755してないよな。テレビと別撮りでした。じゃけんもうカメリハとかいろんなやつを合わせたら5回以上踊っとるかもしれない。1曲。移動中首からスマホ実践されてますか。ほら下げてますよ。755って終わってるの。スマッシュはランスルーだと思ってた。
スマッシュ用、逆にあの本編って言ったらいいんですかね、ミュージックブラッドさんで流れるものを撮ってから、その後にスマッシュ用の撮影をしましたね。そう、カメラ本当に近かった、とてもいいと思います。終わってないけど、終わってる、そんな終わってないよね。ね、うん、7号が最初俳句の方かと思ったらすぐ五七五や。そう、うん、私も見たいな。これシースルーじゃないです。なんかね、パキパキになっちゃった。固めたら。話し会参加するときツイッターの名前言えば分かってくれます。うん。直接連絡してそうだけど、ほのたんのお祝いツイート、お祝いツイートしてない。そう、日付変わって0時20分0時8分ぐらいかなにおめでとうは言ったんですけど、ツイートするの忘れた。ちょっと早めに終わります。今日はメンバーの誕生日、個人的には連絡したんですけどね。汗で割れた？ううん。なんかスプレーで固めたら、そのスプレーの風圧で前髪飛びました。23か、何分まで、55分までしようかな。鼻きれい、ありがとう。瀬戸ウィンゴ天気ギリギリのお知らせ申し訳ない。いや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 、逆にありがとうございます。明日会場には入れるといいな。今日は入れなかった人いるみたい。頑張ってなあ。クマさん、みきありがとう。クラブステージ見てます。いいね。うん、すきょ、ファンで借りてね。昨日の貸していただけませんかって言おう。知り合いが好きになったみたい。ありがたい、嬉しい。そう、カズレーザーさんのやつです。歯白くしてるかも。してます。うん、買っちゃおうかなっていうぐらいいいな。ワンピースの映画見てきたけど、君は？
君さっき見てたテレビでやっとるやつは見に行きたい。でも初めまして、かわいい、ありがとう。ということで、もうそろそろ終了したいと思います。野村さんのセンターも見てみたいな。モンステにある、表題はないんですけど、カップリングだと6曲ぐらいありますね。多分7曲、6曲、5曲、何曲だろう、ユニットから、少人数から大人数まで、クレドボーポーテのファンデーションです。お疲れ様でした。今日誕生日でした。お、いおりさんお誕生日おめでとうございます。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。ね、サングラスデイズ今にぴったり。明日誕生日、おおめでとう。明日来てください。こんばんは。そして僕は僕じゃなくなるわ。センターじゃない、メンバーにおらんけどやらせてもらってますね。最近初めて見に来ました、ありがとう。目がずっとうるうるしてる。本当？それでは壇上を読みます。13位キミさん、12位アモゼさん、11位エムケンさん、10位ジョナラニカベグレさん、9位ホゼさん、8位昔からおじんさん、7位マサさん、6位坪井祐介さん、5位、今日の原爆の日のコメントよかったよ、涙出ました、ありがとうございます、ゆきさん。4位テリーピーさん、3位トムキチさん、2位カズマ、道の笑顔、いつも2回言ってた、いつも気持ちいい笑顔、ありがとうございます。そして1位はルルルン、あー変わっちゃった、13位スランプくんさん、12位イシケンマジンさん、11位ホゼさん、10位昔からおじんさん、9位マサキさん、8位マサさん、7位坪井祐介さん、6位テリーピーさん、5位ゆきさん、4位ブルーさん、3位ともきちさん、2位なっかんさん、そして1位はトゥルルンジさん、カズマさんでした、ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルンジちゃん、マモルンさんでした、ありがとう。それでは皆さんありがとうございました。明日は東京アイドルフェスティバルに出ますので、今日も出たんですけど明日も出ますので、来てくださる方はそちらでお会いしましょう。配信もありますのでぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバーイ、ありがとう、おやすみちゅー、 Thank you。